次にプレゼントを入れます。このようにしてこの体型に戻します。そして裏返します。この部分を1枚めくってこのように袋ができます。ここにプレゼントを入れます。そして初めのようにハートをまた作り直します。折り筋通りに折っていくとこのように出来上がります。これでプレゼント入りの羽根付きハートの出来上がりです。